皆さんどうもこんにちは。本ようやくチャンネルのりょうです。このコロナ禍、様々なニュースが飛び交い、どの情報が正しいのかわからなくて困っているという方、 SNS によって誰でも情報が発信できるようになった一方、デマ情報や暴論も拡散されやすくなってしまった現代、個人個人が情報を見定め取捨選択しなければならない時代が来ています。マスメディアや SNS で飛び交う議論を見ていると、一体何が正しいのか考えれば考えるほどわからなくなるという人も多いことでしょう。人はどうしても声の大きい人の意見や挑発的な意見、面白い意見、感情に訴えるわかりやすい意見などに飛びつきがちです。またコロナのように専門的な話になってくると、つい自分がわかる情報だけを見て、偏った情報だけで判断してしまいがちになります。そういった意見に引きずられず、正しい判断を下せるようになるにはどうしたらいいのでしょうか。本日はその情報を見る目を養うための本、自分の頭で考える日本の論点を紹介させていただきたいと思います。物事を考えるとき、著者がいつも大切にしているのは縦横算数の3つだそうです。縦、すなわち昔の歴史を知り、横、すなわち世界がどうなっているかを知り、それを算数、すなわち数字、ファクト、ロジックで裏付けていく。そうすることで、メディアや SNS を追いかけているだけではわからないことが見えてくると言います。正解が一つとは限らない問題もたくさんあります。また時間軸を変えるだけで、短期的には正しい政策が中長期的には間違っていたりすることもよくあるんです。そのような場合でも、腹落ちするまで自分の頭で考え、自分なりの答えを選んでいくことで、人生は悔いのないより楽しいものになっていきます。ぜひ本日の動画でこの現代の日本を生き抜くための考え方を身につけていきましょう。本日紹介する内容は以下の3つです。第1章、日本の新型コロナウイルス対応は適切だったか。第2章、生活保護とベーシックインカム、貧困対策はどちらがいいのか。第3章、投資はした方がいいか、貯蓄でいいか。ぜひ最後まで楽しんでみていってください。それでは早速参りましょう。第1章、日本の新型コロナウイルス対応は適切だったか。さて、まず最初は日本の新型コロナウイルス対応は適切だったかというテーマで考えていきたいと思います。まず最初に注意なんですが、本日扱わせていただいている自分の頭で考える日本の論点では、今の日本や世界が直面している問題の中から、人々の間で意見が分かれている論点を22個選び、問題の背景やどのような意見があるかなど、基礎知識的なことを解説した上で、著者自身がどう考えているのかというジャッジを述べている本になります。本日の動画ではその中でも面白かった論点を3つ厳選し紹介させていただきます。もちろんジャッジの中には、世界標準で考えてこれが正解だと思うものもあれば、著者なりの価値観や人生観に基づいた主観的なものも存在します。だからこそこの動画では、ただそれを正解だと鵜呑みにする、情報をインプットするという頭から少し切り替えて、自分だったらどう考えるのか、著者のジャッジに納得できるのかということを考えながらお聞きいただきたいと思います。さて、それでは話を戻しまして、日本の新型コロナウイルス対応は適切だったかについて考えていきましょう。まず縦の軸、歴史の面で考えてみましょう。新型コロナウイルスは過去に存在しなかった新しい感染症です。もちろん歴史を振り返れば、人類はペストやスペイン風邪など様々な感染症を経験してきました。しかし、新しいウイルスがどのような性質を持っているのかは誰にもわからないので、過去の経験がそのまま役に立つわけではありません。どう対応するのが正解なのか、誰も完璧な答えを持っていないんです。横の面で言うなら、各国の対応も様々でした。その中で日本の取った対策は果たして正しかったのか、正解が誰にもわからないので、これには100点満点もなければ0点もないというのが本当のところでしょう。それでも合格点か不合格点かと問われるならば、少なくとも感染拡大防止に関しては日本の対応には合格点が与えられると思うと著者は語っています。アメリカやインド、ブラジルやロシア、フランスのような感染爆発や医療崩壊が今のところ起こっておらず、また患者数や死者数も欧米の先進国と比べればかなり低い水準で抑え込んでいるというのがその根拠です。
この問題への対応の難しさは、部分と全体のバランスをうまく取らなければならないという点にあります。相手は感染症なので、まずは誰でも自分の健康を守りたいと考えます。ウイルスへの感染を防いで、個人の生命や健康を維持するには、なるべく外出せず、ステイホームに徹するのが最も正しいやり方です。しかし、すべての個人がそれをやってしまったら、社会が成り立ちません。医療従事者はステイホームするわけにはいきませんし、物流が止まればスーパーマーケットに生活必需品が届きません。電気、ガス、水道といったインフラも維持する必要があります。このようなエッセンシャルワーカーが働かなければ、そのせいで大勢の命や健康が損なわれる可能性があるんです。また、経済活動を制限すれば景気は悪化し、大勢の人々の生活が立ち行かなくなります。つまり、個人を守るための部分最適を集めれば、社会にとっての全体最適が達成できるという単純な話ではないということなんですね。個人の健康や体力を維持するためにも、社会全体の健康や体力を維持する必要があるんです。この問題に対処するリーダーには、必要不可欠な社会活動を進めながら感染拡大を防ぐという、極めて難しい判断、微妙なさじ加減が求められるわけです。だからこそ、その難しい判断をしつつも感染拡大をある程度抑えることができているという点で、合格点を上げることができるという判断なんです。注意としては、本書は2020年11月に出版されたものであり、2021年以降の感染拡大に関しては考慮していないということをご了承ください。また、政府の対応の中では、特に PCR 検査の数が少ないということが批判されました。しかし、このような問題を考えるときは、リソースの問題を忘れてはいけません。PCR 検査のために必要な機器、保健所などのスタッフ、陽性者の受け入れ先となる病院側の病床、医療スタッフなどのリソースが無限にあるなら、いくらでも PCR 検査をやればいいと思います。しかし、現実問題として、日本にはそこまでのリソースがなかったんです。感染症に備えて、それだけの準備をしてこなかったっていうことは問題なんですが、それはまた別の話です。当面の対策としては、その時点での能力に合わせてやるしかないんです。その点を踏まえると、去年の春段階で PCR 検査の数が少ないことは、ある程度仕方がないことと言えるんです。と、ここまでは政府の対応で良かったところ、仕方がなかったところを見てきたわけですが、疑問符がつく対応もありました。それが秋入学問題です。特に著者は立命館アジア太平洋大学の学長であり、この点に関しては秋入学の方が良かったのではという考えです。今回のコロナ騒動の中で一番不安に感じたのは高校3年生だと思います。なぜなら政府は大学入学共通テストは予定通り1月末に行うと明言したからです。もし来年から秋入学を導入し、春と秋の2回入試を行えば、全国の高校3年生は安堵したことでしょう。2回受験のチャンスがあるからです。政府は大学に指示して、来年から秋入学を導入すべきだったと著者は考えています。そして小学校から高等学校については、今後5年ほどかけてアジャストすればそれでよかったんだと言っているんです。このように時間軸を分けて考えることをせず、秋入学なら小学校から大学まで一斉にとしか考えられなかったところに問題があるんです。そのためにとてもじゃないが来年からは無理だという反対論が湧き上がり、せっかくの秋入学という素晴らしいアイデアが本質的に議論されることもなくお蔵入りになってしまいました。これが今回のコロナ対応の中で残念だったところと言えるでしょう。また経済対策に関しては真価が問われるのはまだこれからだという立場を取っています。皆さんはこの今回の新型コロナに対する政府の対応は適切だったと思いますか？ぜひコメント欄で気軽にお聞かせください。第1章をまとめておきましょう。ポイント1、感染爆発や医療崩壊は今のところ起こっておらず、また患者数や死者数も欧米の先進国と比べればかなり低い水準で抑え込んでいるため、感染拡大防止に関しては日本の対応には合格点が与えられる。ポイント2、せっかくの秋入学という素晴らしいアイデアが本質的に議論されることもなくお蔵入りになってしまったことは残念である。ポイント3、新型コロナによる危機は世界経済全体を巻き込んでの長期戦のため、経済対策に関しては真価が問われるのはまだこれからである。人それぞれ感じ方、考え方が違うと思いますが、いろいろな人の意見を取り込み一緒に考えを深めていきましょう。第2章、生活保護とベーシックインカム、貧困対策はどちらがいいのか。
さて第2章で扱うのは、これまた最近話題となっている生活保護とベーシックインカムの問題です。まず基本的な知識をおさらいしておきましょう。生活保護とは何か。それは憲法25条が、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとし、国民の生存権を定め、この権利を具体的に保障したのが生活保護の制度だと言えます。役所に申請し、世帯収入が最低生活費より少ない、働けない、働く場所がないなどの要件を満たすと認められれば支給を受けることができます。最低生活費は居住地や家族構成などによって厚生労働省が毎年算定しています。ここから収入を差し引いた額が生活保護費として支給されます。具体的には生活補助金としておおよそ次の額が支給されています。3人世帯、33歳、29歳、4歳では、東京都では15万8900円、地方では13万3630円。高齢者の単身世帯では、東京都では7万9550円、地方では6万5500円という風になっています。生活保護の受給世帯は2008年のリーマンショック後に急増し、2017年11月に164万2971世帯と過去最多を記録したんですが、その後は減少傾向にあります。受給世帯の5割以上を高齢者世帯が占め、そのうちの約9割が単身世帯なんです。この働けない人に対しての支援である生活保護法に対して、働こうと働くまいと関係なく国民すべてに一定の支給をするという最低保障の考え方がベーシックインカムです。ヨーロッパでは18世紀からあった考え方なんですが、主要国で本格的に導入している国はまだありません。仮に日本で導入する場合、金額としては1人当たり月額7万から15万円ほどが提案されることが多いです。生活保護とベーシックインカム、貧困対策はどちらがいいのかについては次のような意見があります。ベーシックインカムのメリットとして、生活保護は収入があるとそれに応じて支給額が減らされる。そのためいくら自立を促しても労働に対するモチベーションが出にくいという問題がある。隠れて働く不正受給の温床にもなる。それに対してベーシックインカムは労働の有無に関係なく支給されるので、労働へのモチベーションを阻害しにくいんじゃないか。年金や生活保護などの社会保障が廃止され、全国民に同額を支給するベーシックインカムだけになれば、行政コストが大幅に削減される。生活保護は個人よりも世帯を単位とする傾向の強い制度だが、ベーシックインカムは完全に個人単位。したがって家族の人数が増えれば集積のメリットが生まれ、子沢山ほど有利になる少子化対策としても期待されるとメリットがたくさんあるんですが、一方でベーシックインカムのデメリットとしては、富裕層にまで支給することになるため国民が納得しにくい。他の社会保障にかかっていたコストを振り向けても原資が足りない公算が大きく、その場合は増税で賄う必要がある。働かざる者食うべからずの原則が崩れ、モラルが低下し社会に悪影響を及ぼす。こういった点を踏まえ、フィンランドでは2017年から2018年にかけて世界で初めてベーシックインカムの社会実験が行われました。25歳から58歳までの失業手当受給者から無作為に抽出した2000人を対象に、毎月約6万5000円を支給するというものでした。2020年5月に発表された最終報告書では、受給者の生活に対する満足度や幸福度は高まったが、雇用に対する効果は見られなかったとされています。ただし雇用については、実験期間中にフィンランドで失業手当の支給要件が変わったために、実験による効果を正確に測定するのは難しかったと見られています。さてこの生活保護とベーシックインカムの問題ですが、皆さんはどちらがいいと考えるでしょうか。著者はこの問題に対して全く別の切り口で考えています。そもそも問題の立て方が間違っているというのです。著者は、貧困対策は生活保護かベーシックインカムかではなく、厚生年金保険の適用拡大かベーシックインカムかだと考えていると言います。厚生年金保険の適用拡大とは、厚生年金保険の加入対象をもっと広げようというものです。現在、厚生年金保険と健康保険については、正規雇用者は全員加入が原則ですが、非正規雇用者はそうではありません。その門戸を広げて、パートやアルバイトといった非正規雇用であっても被用者なら誰でも加入できるようにしようというのが適用拡大の考え方です。現在の法律でも勤務時間だったり勤務先の規模などの条件付きで、パートやアルバイトにも加入義務が適用されます。
2020年5月に成立した年金改革法では、従業員501人以上という現在の厚生年金保険適用の要件が、2022年10月から101人以上、2024年10月からは51人以上に拡大されます。これにより被用者は65万人ほど増える見込みです。ですが、これでは全く十分ではありません。まず大前提として、国民年金保険と厚生年金保険は別の制度です。自営業の人は定年がありません。例えば八百屋のおじさんは何歳になっても店番くらいはできるから、その間は収入を得ることができるんです。2020年の国民年金保険の支給額は年間約78万1700円です。決して十分な額ではないんですが、そもそも自営による収入があることを前提として設計されているので、国民年金保険としては十分なんです。これに対して被用者は日本では一定の年齢になったら職場を辞める必要があります。定年退職したら普通は収入がなくなってしまいますよね。それでは生きていけないということで、在職中に企業と被用者が保険料を負担する形で厚生年金保険が作られました。現在の日本の一番の問題は、その狭間にいる人たちが大量に存在しているということなんです。パートやアルバイトといった非正規雇用の人は、定年があるどころかいつ首が切られるかもわからないという不安定な立場に置かれ、さらに国民年金保険に追いやられているんです。つまり働くこともできないのに、国民年金の金額で生きていかなくてはならない人が大勢いるということなんです。この自営業者ではないのに厚生年金保険に加入できず、老後国民年金保険だけでは食べていけないという人が大勢いるということが、現在の日本の貧困問題の本質だと著者は見ています。だからこそ、貧困対策は生活保護かベーシックインカムかではなく、厚生年金保険の適用拡大か、それともベーシックインカムかだと述べているんです。そして著者は、貧困対策としては社会保険の原理原則に立ち戻って、人に雇われている人は全員厚生年金保険に加入できるようにする、つまり厚生年金保険の適用拡大を行うべきだと考えています。ベーシックインカムに魅力を感じる人がいるのはわかります。しかし制度としては、非常に優れた日本の社会保障制度を全部壊してからゼロからベーシックインカムを立ち上げるよりも、厚生年金保険の適用拡大を進めた方が相対的なコストは低いし、時間も短くて済むんじゃないかと著者は考えているんです。皆さんはどう考えますでしょうか。第2章をまとめましょう。ポイント1、貧困対策は生活保護かベーシックインカムかではなく、厚生年金保険の適用拡大かベーシックインカムかで考える。ポイント2、自営業者ではないのに厚生年金保険に加入できず、老後国民年金保険だけでは食べていけない人が大勢いるということが、現在の日本の貧困問題の本質である。ポイント3、制度として非常に優れた日本の社会保障制度を全部壊して、ゼロからベーシックインカムを立ち上げるよりは、厚生年金保険の適用拡大を進めた方が相対的なコストは安いし、時間も短くて済む。さて、頭はほぐれてきたでしょうか。では最後の議題に移りましょう。第3章、投資はした方がいいか貯蓄でいいか。さて、最後は少し身近な話題として、投資はした方がいいか貯蓄でいいかというテーマに関して考えていきたいと思います。本チャンネルでは様々な投資関連の本を扱っているということもあり、貯蓄でいいかとは考えにくいんですが、著者も投資はした方がいいという考えのようです。まず一つの考えとしては、貯蓄だけではお金が減ってしまうという考えがあります。現在の日本の定期預金の金利は軒並み 0.002% 程度、100万円預けても1年後に得られる利息は20円しかありません。そればかりか、預金だけでは資産が目減りする恐れとしてインフレリスクがあるんです。物やサービスの価格が下がり続け、経済全体が縮小していくデフレでは、相対的にお金の価値は上がるから、無理をして貯蓄を投資に回す必要はなかったと言えます。しかし昨今、デフレはようやく解消されつつあるんです。政府日銀が掲げるインフレ目標の 2% にはまだ遠いんですが、この状態が今後も続くとは限りません。例えば少子化がもたらす労働力の不足による賃金上昇や、輸入原材料やエネルギー価格の高騰を契機として物やサービスの価格が上昇するという経路は十分に考えられることでしょう。その場合、金利上昇を招いて銀行の預金金利も若干は上がるんですが、銀行の利ざやを考えればインフレ率に及ぶはずがないんです。結局そのギャップが資産の目減りを招いてしまいます。一方、株や投資信託などはインフレ率に比較的連動しやすい、
資産としてはそれらを持っていればインフレリスクはある程度防げるということになります。また投資の世界では複数の卵を一つのバスケットに入れてはいけないという格言があります。勉強熱心な方の中にはご存知の方もいるかもしれませんが、資産を複数に分けて持つことでリスクを分散しようという意味です。資産を増やすだけでなく、リスクを回避して資産を守ることも投資の重要な役割と言えるんです。ただし投資である以上は損をすることもあります。ハイリターンが狙える金融商品ほどハイリスクであり、貯蓄にはリターンがほとんどないが額面が減ることはありません。安定して投資をするためには自ら勉強して金融知識を身につける必要があります。しかしそれ相応の時間と労力がかかりますし、それ自体をストレスと感じる人も多いでしょう。その場合は一切投資せず預貯金で持ち続けることも選択肢の一つとなります。経済評論家の中にも投資を進めない人がいるんですが、こういった人は金融知識を身につける時間も熱意もない場合は財産を増やすことよりも減らさないことを目指した方が安全だという理由があるんです。ただし一般論で言うなら、この低金利時代では投資をした方がいいということは疑いようもない事実です。投資をした方がいい、単純な結論に落ち着くわけなんですが、ここで少し考え方を変えるトレーニングをしましょう。それは問いの立て方を変えるという方法です。今の状況でお金を増やしたいのなら貯金より投資の方がいい。それが正解だとして、ではそもそも私たちは何のためにお金を増やしたい、貯めておきたいと思っているのでしょうか。この投資か貯蓄かという問題は経済的な損得だけで判断できる問題ではなく、その人の人生観とでも言うべきものと深く関わっているんです。死ぬまでずっと通帳の残高が増え続けることを無常の喜びとする人も中にはいるでしょう。しかし大抵の人はそこそこの金額があればそれでいいと考えているのではないでしょうか。何のためにお金を増やしたいのか、そこを明確に持たないまま投資をしていても、あなたの人生にプラスになるかどうかはわからないんです。投資や貯蓄をしている人でも明確な目的意識を持っている人は少ないと言えます。アンケート調査の結果を見ると、貯蓄の目的は不時の出費の備えという回答が最も多く、次いで老後の生活への備え、特に目的はないとなっています。老後の生活の備えは比較的具体的な回答ですが、それ以外は漠然としていますよね。老後のためと一口に言っても、日本にはかなりよくできた公的年金保険制度があるので、実際には老後資金は自分たちで思っているほど必要がないんです。つまり私たちは将来や老後について抱いている現在の漠然とした不安を解消したいという心理で貯蓄を行っているわけです。そうであればこのテーマは投資か貯蓄かとは違う視点で捉えることができます。すなわち将来や老後に対する不安を少しでも減らすにはどうすればいいのかという問いを立て直せばいいんです。その問いであれば投資よりもっと簡単で効果的な方法があります。それは働くことです。働けば何がしかの収入が得られるので確実にお金を増やすことができます。働いていれば体力低下も防止できます。毎日ウォーキングやジョギングをして健康に留意しようと思っても、雨が降ったら今日はやめておこうとなりがちです。しかし仕事であれば、今日は雨が降っているから行きませんでは済まされないので、我慢して出かけるしかないんです。それが体力維持に役立ちます。結果として健康寿命が伸びるということになるんです。高齢者になって体力が落ちる原因の一つは働かないことなんです。一生何かしらの仕事をしていれば、健康面、金銭面の両面において老後の不安は大きく低減されます。それが最も効果的な投資法と言えます。第3章をまとめておきましょう。ポイント1、一般論で述べれば現在のような低金利下では貯蓄より投資ということになる。ポイント2、将来や老後について抱いている現在の漠然とした不安を解消したいという心理で貯蓄を行っているということが分かれば、問いを将来や老後に対する不安を少しでも減らすにはどうすればいいのかと立て直すことができる。ポイント3、一生何かしらの仕事をすることが健康面、金銭面の両面において老後の不安を大きく低減させることができる最も効果的な投資法といえる。いかがだったでしょうか。考え方や物の見方を変えるだけで、同じニュースを見ていても全く違う見方ができるんだということが分かったのではないでしょうか。本日紹介させていただいたのは、本の中で紹介されている22の議論のうち3つです。その3つの著者の論も動画の長さの都合上ギュッと凝縮させていただきましたので、いやいやと突っ込みたいところがあった方もいるかもしれません。
実際には今日紹介してよりももっと深く一つ一つの議題についての考察が書かれており、考え方の参考になる一冊ですので、ぜひもっと知りたいと思われた方はお手に取って読んでみていただきたいと思います。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。ぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。またサブチャンネルの方でも頑張っていますので、そちらもよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。それではさようなら。